今回は最新戦95話の読者の反応をまとめました。それではどうぞ。クマが何をしたって言うんだ。やっぱ天竜人ってカスダは滅ぼすしかないだろこいつら。世界貴族は打倒しなきゃいけないが当然それだけじゃ歴史の繰り返しにもなりうる。改めて見るといたわしすぎる。想像の100万倍天竜人関係がクズだったわ。これもう擁護できないよ。100万だよ。改めていいか。この世界地獄か。死んだ方がいい世界。地獄か。死因なしの世界に連れてってくれましたね。世界政府がニカを消せない理由がよくわかる。情報量多くて嬉しすぎる。若かりしイワちゃん登場が意外すぎて来週が早く読みたい。でもボニーのお母さんと思われるかわいこちゃんは多分死ぬんだと思うとしんどい。バッカニア族自体が巨人族持ちある種族なのか、クマと親父が巨人族とバッカニア族の根血なのか。だんだんと話のフォーカスが巨人族に集まってきてる感じはする。巨人族はワンピースの中でも一番最初に神に言及してた種族なんだよね。もしかしてフィッシャー隊があって想像してた何倍も英雄なんじゃねえのか。タイガーの頭の株が上がる上がる。もしかしてジニーって死んでる。まあその可能性は十分高いかと。やっぱり天竜人殲滅した方が良いだろこれ。ワンピ読んで辛いと思うことだいぶあったけど今回ほど読んでてしんどいと思う展開は初めてだ。クマの母ちゃんがバッカニア系じゃないこと考えると巨人バッカニア一般人類で根血が可能っぽいな。イワイコフとクマの付き合いが思ったより長くて辛い。幼馴染み同然の相手と監獄を出て久々に再会したと思ったら人間兵器に改造されてたって知らされたマリンフォード時のイワちゃんの心境よ。ジニーどう見てもボニーの母親だな。名前も似てるしならまだ死なないな。カマバッカ王国ってもしかしてバッカニア族の名残を後世に残すために名付けられた説ない？クマかわいそうすぎる。親父殺されたところやばい。しかし話が盛り上がりそうでワクワクしてきた。ここからロックスの話に繋がるのか。幼少期クマの泣き顔で本当に心が痛くなった。いやマジで正直ワンピでも上から数えた方がいいくらいには心に来たな。マジ今まで奴隷の描写とかあまりなかったからここで一気に突きつけてくるの心に悪い。万物は望まれてこの世に生まれる。死んだ方がいい世界同じ章でやるサブ隊の対比としてひどすぎる。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。